たちが未来をつなぐぞ。今後ヒューマンビートボクサーとしてフェスとか大きい舞台に立ったり、もう音楽ジャンル広い世界でヒューマンビートボックスが受け入れてもらえるような将来になってほしいです。僕は今後ヒューマンビートボックスを取り入れた音楽を作っていこうと思っていて、浩平という音楽プロデューサーのシグネーチャーサウンドというかがビートボックスって思われるような、そう、音楽プロデューサーになりたいですね。ヒューマンビートボックスの面白いところは、まずは人間らしさ。やはり人から出ているものなんで、歌とかと似ているんですけど、でも打楽器だとか FX とか、あのエフェクトっぽい音とか、そういう扱いになるんで、機械的であり人間っぽいみたいなのが面白いところだと思います。